こんにちは、にじこです。もう青空の下、なんとまあ爽やかな風さんでしょうかね。ズッズさんからタイムライン届きましたね。ズッズさんがね、走ろうって言ったらオールタイでやってきたという風さん、やっぱりタイはね、もう並々ならぬ思いがあるんでしょうね。今も1位じゃなかったですか、道で行くがね。走るぞって言ったらオールタイでやってきた、ね、いいですね風さん。なんかすごくたくましく、さらにたくましくなられたような気がするのは私だけでしょうか。なんかものすごく、ちょっと前もあれ、なんか T シャツ姿がたくましくなられたなっていう感じしたんですけども、で思わず過去のデビュー前のね、カバー動画のエイリアンズ赤いタンクトップでアンニュイな雰囲気でエイリアンズのピアノを弾いてる風様、あんなのをこう見返してみたり、あともう一つ黒のタンクトップ、椎名林檎さん、あてか東京事変の群青日和、これを弾き語っている風さん、この時もなんかやっぱり今より華奢な感じがするんですよね。華奢じゃないんですよ、全然華奢じゃないんだけど、今よりなんかたくましくなられたなと、こう首、肩、胸あたりがなって思いましたけど、はい、多分鍛えてらっしゃるんでしょうね。カリフォルニアの青空の下、走るのも気持ちいいでしょうね。そんなこと思いながら、いや実はですね、サムネにもある通り、皆さんから結構にじこさんすごいね、なんで3つも変えちゃったのとか、コンプリートすごいねとか、なんかそういうので質問みたいなのをいただきましてですね、例えばね、あれどこ行ったっけな、そう、2回に分けて変えたことが奇跡、何分待ちでしたかとか、なんか裏技があるんですか、インターネットの速さでしょうかとか、クレジットカードの番号を覚えてるって前言ってたのですごいってあるんですけど、私今回ねカード変えてるので覚えてません全然。あとなんだっけな、コンプリートすごいですねとかね、そういうのいただいてて、そうで、なんかコツあるんですかみたいなこと聞かれるので、いや特に何言ってないんだけど、まあでも私のいつもの買い方っていうのをちょっとじゃあお話ししてみようかなと思ったんですけども、今回の場合で言うとですね、ちなみにインターネット遅いです。うちは Wi-Fi が1ギガなんですよ。それでもう本当によく Zoom なんかやってても落ちるし、なんか突然ね、よくライブ配信やってても切れちゃうことあったし、もうこれ古いからってことで、実はねもう Wi-Fi 変えるんです、 5G に今日変えます、実は今日これから来るんです、来てくださるんですけど、っていうぐらい別に全然遅いんですよ、インターネットもね。で、あと裏技別に何もないですね。でクレジットカードも前は覚えてってパッパッパッと打ったんですけども、今回はもう新しいカードに変えたのでいちいち見ながら打ってました。しかもアメックスなんで、今回ちょっとね違うんですよ、その4桁4桁じゃないんで、なんかちょっとその辺も戸惑って、何って感じで何度も見直したりとかしてるし、有効期限もいちいち見たりとかで、全然早くないんですよ、普通にやってました。でそう、それでお買い物支払いに行ったら、2分待ちでした。それでまず黒ポチって、その後 0.2 秒ぐらい迷ってグレーかホワイトか、それでよしグレーだと思ってグレーにして、で3つ行こうかなと思ったけど、いやちょっと欲張るとダメだった場合もあるしと思って、そのままお支払いに行ったんですね。でそうしたら2分待ちだったんですよ。でも
あっという間に変えたんですね。で、あ、変えちゃったと思って、でもう一回戻ったら、じゃあ白変えるかなと思って、そしたら白の S はもうなかったんですけど M が変えたんですよ、うん、で M も M はね8分待ちでした。でもすんなり変えたんですよね、うん、でね、そう、コツっていうかね、まあ、コツなのかな、なんかわかんないけど8時からじゃないですか。だからもう55分にタイマーを合わせといて、タイマー鳴るようにして55分からスタンバっていて、で59分になって、であともう1分ですよね。でちょうど8時に入れるようにもう何回も何回もタップしてましたね。そうで、あの、そしたらちょうどに、多分ちょうどぐらいに入れたんだと思います。うん、で、あの、多分これが、あの、ほんのコンマ何秒遅れるだけで違うのかな、もしかしてと思ったりもしてね。うん、で、あ、そうそう、で昨日も白届いたんで、もう全部揃いましたね。はい、でね、まあ、こっからの話はちょっとうさんくさいっていうか、まあ信じる方だけ信じてください焦らないようにしてます。私はいつも焦って行動するとろくなことがないんですよ、全てにおいてね、何事においてもね。だから私は余裕がある人間だということを言い聞かせながら、慌てず騒がず淡々と、うん、っていう心持ちでいます。そしてなぜかいつも変えるって信じてるんですよね。で、私は運がいい、欲しいものは全部手に入るって信じてるんですよ。でね、そんなことがって思うかもしれないけど、結構こういうの大事なんですよ。どうせ無理、また無理だよ、ダメに決まってるよって思ったら、やっぱりどうせ無理になっちゃうことが多いわけですよ。うん、思ったことが現実になるって私はもう信じてるんですね。で実際そういうことだらけなんですよ、私自身が。なので、うん、本当にそうなんですよ。だからもう絶対変えるもんって思ってるんですよ。だから慌てることもなく、淡々とやってると時間が止まるような感覚があるんですよ。もう本当うさんくさいよね、でも本当の話です、私の。うん、で、まあ、そんな風にしてるから、あ、今回も変えたよねみたいな、うん、感じなのかなと思いますなんか参考になったのかならないのかよくわからないですけども。そうでね、昔その一番最初は、デビュー後の一番最初のグッズは2020年の5月だったかな、6月 ?5 月か、うん、その時も、あ、その時はですね、パソコンの方が早かったんですよ。うん、で私はたまたまパソコンで、その時、何だったかな、キリがないからだったかな、なんかの MV 披露の後グッズ販売ということで、そのままパソコンで見ていて、そのままグッズ販売に移行して、で確か9時だったと思うんだけど、夜のもうすぐ買えたんですけども、なんか買えない人がいっぱいいたんですよ、その時も。うん、でやっぱりパソコンの方が早かったということで、しばらくパソコンがいいねって話になったんですけど、あと無線より有線 LAN がいい、早いとかね。そうで有線 LAN にしてみたりしたこともありますね。でそのうちなんかもう、だんだん最近になってきて、風さんスタッフサイドもね、いろいろ考えてくださって、何せファンが増えて買いたい人が増えてきたんで、いろいろシステムも変えたんでしょうね。そしたらもうパソコンじゃなくてスマホで十分買えるようになって、もう今はスマホで私は買ってるんですけど、昔何分待ちとかあんなのなかったですからね。うん、そうっていう感じで、うん、なんでしょうね、まあ、なるべく早く入るってことですよね、当たり前の話なんですけどそうでも別に本当にインターネット回線が早いわけでもなかったし、そうだから買えると信じて挑むことはとても大事かなと思います。はい。うん。信じた通りに現実はなると本当に私は信じているので、はい。参考になったでしょうか。ぜひ次回、もう時間直前までスタンバって、
こう何回もこうタップしてみる、ね、そうするとパッと瞬間入れる。そして、迷わずカートに入れて、まあ、欲張らず、うん、時間とかは分かんないけど、私もどのくらいかかったのかな、多分その黒を入れて、その後白かグレーか迷って、やっぱりグレーにしよう、そして3つ目行くかどうか、いややめとこうっていうのに多分1秒ぐらいだったんじゃないかと思うんですよね。多分分かんないけど、すごく体感は長いんですけど、多分そんなもんだったんじゃないかと推測するにね、うん、と思うんですよね。はい、ということで、まあでクレジットカードもポチポチ打ってましたしね、ゆっくり1234の5678の9101112、うん、で有効期限がみたいな、で何だっけ、なんとか番号、なんだっけ、シークレット番号じゃなくて、なんだっけ、あれもね、うんと新しいものだから、前の覚えてたんだけど新しいの覚えてないから、なんだっけとかっていちいち見てやってたんで、本当に特別早いわけではないんですけどもね、うん、ということです。次回ぜひもし参考になれば参考にしてくださいはい、ということでまたお披露目の配信を別に撮りたいと思います。はい、ありがとうございました。ではまた。